いやー、貴金属とか探しに来たんですけど、ジュエリーショップは結構いっぱいあるんですけどね、なんとなくいまいち本物っぽく見えなかったですが、でもこれはこのディープなムンバイ、まさにその通りっていう感じ。なんかムンバイ思い残すことがないって感じになってきました。次はどちらに行かれるんですか？次は飛行機でチェンナイに行きます。工場へ今度は行きますから、また全然雰囲気違うと思いますけどね。いやいや、ジュエリーでも多かったです。ジュエリーショップは多かったですけども、ちょっとずつ店の商品のデザインが違ってるのが何となく分かりましたよね。さあ、では次の目的地へ行きたいと思っております。Hello.